はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども、朝のトークやっていきたいなと思います。というところで、マーガスがねガチャで来ておりました。多分同じくらいの絆であればもう初段関係ないですね。災し多分抜けると思うんですよ。あのね大得意がちゃんと補正されてれば、そして、センダリングが浮き玉でハイボール要求 80% ついてますので、まあ、ほぼほぼ80% が当てにならない時ありますけどね。5分の1引いて、いつになったら高浮きなんだみたいな、本当にこれハイボール要求ついてるのかって時ありますけど、まあ、80% ありますから。そして、力海外で3人で4パーついてるので、日本でフェス映えし取れんのかな、どうなんでしょうね。 Z の2段目とか初段はまあ初段から抜いてくるのかな。初段だったらまだフェスの技マーガスに同じシュート積んだ方がどうなんでしょうかね。いやでもね、まあ、今 Z 使ってる人もね結構少ないですから、まあ、技林ね抜けるだけでも全然いいんじゃないかなと。ただあのスタインとか、あそっかな、まあ、ナトゥレーザー多分スタインとかブライアン使ってる人はナトゥレーザーもねいること多いかなと思うんですけど、ナトゥレーザーを外すか、ね、どこ外すんでしょうね。だって、シュナイダーリバウールもいるし、まあ形的にはドイツ寄りなのか、ドイツ寄りで進め、ドイツでガッと9、ドイツ9、ドイツ8、ドイツ8なのかな、多分ね。マリオゲーテハマりづらいでしょうから、ドイツ8でやるのか、まあ、ドイツ8でやってもいけるのか、まあ、ちょっとね、ランクマ、まだちょっとお会いしてないんですけど、はい、まあ、日本だともう、ヒューガ君は今年、何回目潜在も入れて4回出たんで、日本のシューターといったらヒューガ君だと思うんですが、もう今年はヒューガ君がこれ以上強いヒューガ君が出てこないんじゃないかなという気もするんですよ。そうすると新田君、反町君、木杉君ちょっとなかなか期待薄ですよね。そうすると立花兄弟が出るのを期待するか、まあ、日本の逆襲するのは立花兄弟で、南米に関してはまあリバウル来てますし、例えばこの間の、ライジングサンキラーのナトレーザーであれば、ミューラーね結構抜くところも参見してますし、まあ、あとフルメタルファントムもまだあるから、まあ、南米ベース、まあ、今でも結構ねあの欧州南米混ざったデッキの方も多いのかなと思うんで、まあ、実際どうなのかなというところなんですけど、はい、いよいよねここからどういう風に、ね、ゲーム展開されていくのかっていうところで、ちょっとね、気になるところですね。さあドリコレが終わっていよいよまた水曜日にね多分きっとお知らせ来ると思うんですけど、中日の火曜日ということで、今回はなんかよ、お盆中、そうお盆今日まで、多分今日というか昨日ですね、16日月曜日までお盆休みの会社さん多かったんですかね。今日ね、あ仕事行かなきゃと思ってガーッと仕事行こうとしたら道がめちゃめちゃ空いてて、すごい空いて、もう過去一空いてて、あ今日まできっと休みなんだみたいな。よく考えたら12から16もしくは13から16がお休みだった企業さん多いのかなと思いまして、あーあーあーと思いながら、はいね、実際ただ比較的電車を空いてはいたものも、じゃあそこまで人がいないかっていうとそうでもなかったみたいだったんですが、道は、はい、朝ねだだすきだったんで、皆さんいかがですかね。昨日までお休みだった方もいらっしゃるんでしょうか。今日からね仕事の方も結構、実は今日から仕事の方めちゃめちゃ多いのかなというところでございます。はい、さあ、いよいよ中盤終わってもう超フェスか、今週今ね、ドリコレ真っ只中で、18日ガチャのお知らせがなかったんで復刻系が来そうな気がね、即海外限定ガチャとか技海外限定ガチャとか、いずれにしても金曜日新しいキャラクター登場してきて、あでも今月緩いんですかね。緩く考えれば20日に何か新ガチャ、月曜日優勝、水曜日から31日まではミニドリコレ、そして31日フェス、この流れくらいかな。じゃああと1回くらいあるのかなまあね、もうどちらかというと今のデッキに入るか入んないかとか、チームスキルちょっと足しにするかどうかみたいな感じにな方も多いのかなと思うんですけど、まあねデッキどういう風に、組んでいくかっていうところで、結構こう
絆の、ね、人数制限とかも減ってきたりとか、デッキの組み替えのパターン、そしてサブが5人になったりとかして、一気に前半と後半でね、だいぶいろいろいじれるようになってきてはいるので、そういう部分ではサブ面も含めて、まあ、デバフが来たらデバフガード強くしたりとか、絆デバフがなくて絆盛りだったら絆盛りで対抗していくとか、あとは全体的に絆下がってもバランスで調整していくとか、サブ面もね大事になってくるタイミングではあるのかなと思うんですけど、そこでどういう風にこうチーム全体として補強していくかっていうのが多分、12月の、年末ですね、グローバルの、4周年までのグローバル、まあ、グローバルの4周年はね、そこまで激しくないですか、復刻系があったりとか新規もちょこっとなんですけど、一番怖いのが、まあ、クリスマスガチャくらいですか、一番ねもう多分、一番去年は3周年はそうでもなかったんだっけ、あ、3周年がそうですね、3周年、2周年の後のね、孫林の時が一番きつかった人多かったかなと思うんですけど、はい まあ去年のクリスマスはそこまで、それよりも自分は超フェス、去年はでも年末ね、超フェスの復刻がね半年落ちで取れたりとかして、結構ね一気に補強できて、ラファエルだったり三崎だったり、まあ、松山取れた人とか、ミカエル取れた人とかねいらっしゃったかなと思うので、まあ、そういう風な形になっていくのかなっていうのと、まあ6月、まあ、今年も、そこまでね大きい評価ではなかったので、まあ、年末また還元の方向にぶっていくのか、多分ねこれ還元の方向にぶっていくのかどうかは、もしかしたらクラブゲームズさんの決算内容によるのかもしれないですね。去年そこまではね悪くなかったですから、今年はね、今年はまあ多分今年このままいくとどうなんでしょうね。去年みたいな流れでねゲーム単体で見てくれればいいなと思っておりますが、はい。さあ、あとは何でしょうかね。まあ週末そうライブシュートサインさんが11時から試合だったので、久しぶりに、まあ、タピオカさん来てもらって、まあ、タピオカさんね元気でよかったね、元気でやっております。はい、たまにねちょいちょいタピオカさん元気ですかって聞かれるんですけど、タピオカは元気でやっておりますので、はい、ポジションをね一つ何だろう、1個下げてマイペースでねやってるような感じですね。あ、はい、いやカップ戦とかでもねお会いした方とかいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そして、タキャキ君来てくれて、非常に面白い方なので、もうちょっと、ね、掘り下げてみたいなと思うんですが、また機会があればやりたいなと思っております。さあ、またね近いうちにはライブとかもやっていきたいんですが、まあ、フレマのライブがいいですかね、どうでしょうね。まあ、ただキャプテン翼の新しいパチンコがねもう9月というところで、どっかでねトーマさんとちょっとね、打つための前準備としていろいろ調べて、ちょっと前準備の動画やろうかとかもちょっと話しておりまして、まあ、久しぶりにね何年ぶりかな、まあ、2年ぶりぐらい、2年ぶり3年ぶりぐらいになるのかな、やっぱキャプテン翼のパチンコ出るので、まあ、そちらの方もちょっと楽しみにしていきたいなというような形ですかね。なんか格変がねちょっと変わって、パチンコやらない人ちょっとあれですけどね、格変が変わってて2つあるということで、まあ、ただ突入率ね、そうすると2つの格変合わせると結構高いので、そこまで社交性高いものではないのかなと思うんですが、まあ、負けづらい、まあ、入れば比較的出玉獲得できるタイプなのかなと。あとはね前回も自分は格変が結構好きだったので、まあ、格変のね結構攻防のゲームっていうのが今回どういう風に変わっていくのか注目したいなと思っております。はい、まあ、あとキャプテン翼の周りだと、まあ、皆さんねどれくらい南葛 SC さんのことをね気になっているかわからないんですけど、南葛 SC さんねなんと今3位というところで、で2位までが、関東一部の昇格戦に上がれるということなので、まあ、残りのね後期になるんでしょうか、残りの節なんとか、勝っていただいて、なんとかそうですね関東一部上がってほしいなと思っております。はい、そんな感じでしょうか。なんかね配置かなんかでしたっけ、大きな地震あったみたいですけど、今日も、岐阜かなんかでも地震あったりとか、まあ、雨もあったり、ね、天災、そしてコロナもね全然一向に収まりの様子はね見えないので、皆さん体調と、そして健康、体調と健康は一緒、体調と、まあ、あとねもろもろ気をつけながら生活していきましょう。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。
それでは良い一日を。